間隔短くなってるような気がするんだけどな、俺全然なんか休んでないような気がしないでもないんだけど、まあ、できるだけいろいろと皆さんにねお話を聞かせたいし、私も好きですからね、いろんな方の話を聞いてるだけでも本当に面白い人しかいないんですよ、この業界の人たち、まあ、ある意味変な人たちばっかりというところ。さあ、続いてはですね、今日ここ皆さんの前にこれ何気に置いてあります、2022モデル、来年のこれ35GTRTSPEC ニスモね、これ早々こうやって展示されてませんよね、俺がされてるということはきっとこの方と、そしてその横にゴールドもあります。もう35GTR を愛してやまない、そうなのかどうかよく分かりませんが、この方々とですね 35GTR にまつわる話、来年一体どういう状態になっていくんだろうというところも含めて話をしてまいりたいと思います。それでは登場お願いいたします。まずはこの方、日産自動車株式会社GTR フェアリティネット統括責任者、田村博さんです。はい、どうもでございます。そしてもう一方、35GTR を愛してやまないね、本当に三度の飯より女より何よりも好きなのかどうかは分かりませんが、あ、書いちゃった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 、はいはいはい、トップシークレット長瀬さんです。長瀬さん書いないでくださいよ、本当にね、知ってます、長瀬さんがこういうステージで喋ることが苦手なこともね、昔からもう長いですから、本当に20年以上の付き合いの中で、でもですね、やっぱり 35GTR 田村さんがですね、今回この新車ね、これを持ってきたというところで、やっぱり話をしていく上において、これショップの中ではやっぱり長瀬さん、あなたがいないと本当に、いえいえって、長瀬さんマイク持ちましょうよまず。もう本当に、お、すいちゃん、すいません、多分間違いです。いや、間違いじゃありません。僕は長瀬さんと、長瀬さんって普段こうなんかこう横とか裏とかで話してる時、本当嬉しそうに車の話ってちゃんとしてくれるんですよ、ね、で本当はそれを伝えたいんですけど、こういうとこ来るとね、田村さんなかなかね、3年以上は嫌だって言ってるよいつも。本当に喋りたくないから。この方は逆にですね、日産自動車の本当にお偉い方なんですけども、ほっといても喋ってますからね、勝手にね。いや、喋るのが仕事だから。そうですよね、喋ることによってこの車を広めていくというね、もう責任者ですもんね。喋る責任者、喋る責任者でございます、スポークスマンというところで、田村さん、今日持ってきていただいたこれ2台、ミレニアムジェードとステルスグレーって言いましたっけ、グレーの方、ステル、ニスもステルスグレー、ニスもステルスグレーと、あのね、ちょっと違うの、他のステルスグレーと。あ、違うの、400あると違う。え、ミレニアムジェードの方はこれ一緒、これ専用で作った。やっぱそうだよ、これもちょっと違いますよね。バカだよね、これのためにわざわざ起こしたバカだね。え、それはやっぱりさ、これにこのわざわざこれ T スペック、このために作った、じゃあ特色、そうそうそう、で、まあ、こっからニスモも展開していこうと思ってるんだけど、少なくとも今までのステルスグレーとは違う、うん、違うんだ、違う、やっぱりニスモ、ニスモステルスグレーって新しく作ったの、これ用に、これ用に、見比べないと分かんないでしょうけど、やっぱり現物、やっぱり僕なんかやっぱりまだ画像でしかちゃんと見てなくて、現物見るとそのなんかね、空の色の、それからターマック、コンクリートっていうか、はい、こういう色との合間にって言って、空が強いと青く見える、はい、うん、で地面が強いと、うん、灰色っていうか、まあ、なるほど、そういうちょっとしたこう色の変化を楽しめる色を作ってみたかったっていうデザイナーが言ってた。ただ、いや、デザイナーさんがそういうの決めるんでしょうけども、これどっちも、これ田村さん的には好きな色なんですか、やっぱり。いや、正直こっちもミレニアムジェードが割と好きなんだけど、でしょうね、向こうのターマックの方は、うん、塗ってみたら良かったんで、良かったし、どっちかっていうと最初は A っていう思ったぐらい、言葉で聞くと A だけど、塗ったら良かったから、 A じゃ A じゃって、言っちゃ行こう行こうって。でそんだけ色こだわってんのに、長瀬さんいつも長瀬さんとか、その横に置いてあります、金ピカにしますね、大体。あれ、これ何年、これ20年モデル、これ MI17 です。あ、 MI17 だ、これはいうのが、大体長瀬さんとこは、でも大体これがトレードマークで、やっぱ金が、35GTR は金ですか、はい、関係なく金だよね、はい、ってことは今言ってたステルスグレーが生んだらとか、ミレニアムジェードが生んだらって、あんま関係、あんまり興味ない、
いや、めっちゃ興味あります。めっちゃ興味あるんだ。めっちゃ興味あるんですか。出た時は気になるんだ、新しいこういう色とか。ニスモのステルスグレーを見て、うん、このジャケット買ったんです。ちょっと待ってくださいね。それはいいんですけど、それ確かにそのイメージあります。僕もそう思いました。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと振りが悪い。分かった、田村さん。分かった、バレたか。なんであんたたち同じ浮気してんですか。かぶっちゃったんだよ。嘘だ、かぶらないよ。ちょっと待ってくださいね。これ全く一緒。本当は一緒。実はね、うちの制服って言って、あ、一緒の方？ステルスグレー制服です。嘘だ。そうそうそう、あれね、たまたま？たまたま。本当に？恐ろしいでしょ。もう。あれ同じもの買ってた。え、嘘だ。ちょっと見せてくださいよ。まあ、あんまり見せるとメーカーがあれだ。あ、一緒だよ、お前。この人たち。なんだ、どこまで仲いいんだ。本当偶然だ。本当に？だからさ、俺はほら、だから一応ちょっと上下メーカーっぽく、うん、わかります。メーカーっぽくって言わないからメーカーの方なんだし、人統括責任者なんだから。中年業界の人だからさ、ちょっとカジュアル。こんな偶然あるの。だからそれって思考っていうかセンスだから、やっぱりどっかこのあるんだね、そういうところが。好きな車の合うね、割とですよね。意外と昔もともとやっぱり GTR ずっと作ってきてね。でずっとやっぱり GTR、 まあ一番3人がやっぱりねから入って、3人が好きでっていうのは長瀬さん当然。そう、一番最初3人を金にしたんですよ。そうだよね、金にしましたよね。えで、だいたい3人で3人に VR 乗っけたりとかですと思ったら、今度 L 型乗っけたりとか、もうやたらそのやっぱ3人好きっていうイメージはもちろんある、すごくある。で3、4でもチューリングカーも結構やって、でもここ何年ですか。だから3、5はもう14年、8掛け15年。やっぱ15年もうずっと3、5 GTR で、今はやっぱ3、5 GTR なんですか。一番メインは好きなのも含めて GTR しかないですね、今乗りたい、やっぱり乗りたい車っていうと。そうするとこれ出たじゃないですか、これがもう最後になるのか、どうなこの先どうなるのか知りませんけども、これ長さん、これ欲しくないですか。もしかしてこれ抽選。めっちゃ欲しいです。抽選応募した。しました。した。え、世の中いっぱいいますよ、あの出した人で。当たった人いました。当たった。え、何当たった。当たったの。08出た時に一番最初に千葉で一番先に乗させてもらったんですね。おで千葉1号。それから14年ぶりにまたやっと新車。そうだよね、買いたくなった。そうなの、黄金知ってんだけど欲しくなっちゃった。長さんずっと3号 GTR やってんだけど、いや引きが強いよ。だわこの人07久しぶりに買ってくれたらしいんだけど、まあ、買おうという行為でもまだ抽選があるからね。おう、そうそう、むちゃく忖度しないから台数限られてるし。当たったの。やった。え、それは何かやっぱりちょっと感じるの、来年この22モデルに関しては。なんか欲しい車。何を言うの、子供じゃないんだから。子供じゃないんだから。ちょっと欲しくなっちゃった、欲しい車。そうそう、なんで欲しくなった。そう、なんかだって今まで17だってあるし、例えばその20モデルぐらいのニスモとかさ、なんかもうどんどん良くなったのっていっぱいあったじゃないですか。その途中はない、なかったじゃん。新車で買うって普段乗る車が落ち着いて乗れる車がって感じになったのかな。へえ、なんかわかんないですけど。あ、そう。え、 T スペックっていうのは田村さんどう、そういう仕様なんですか。 T スペックって僕そういえばちょっとよく分かってないところもあって。まあ田村スペックって呼んでます。田村スペック業界はね。なるほどなるほどなるほど。でもなんとなく真面目な話をすると、うん、企画した時に、うん、その、まあ、うちってあの日産自動車は、うん、昔は2桁コード、うん、RX とか、うんうん、PJ とか、うん、今は歴代のスカイラインの開発符号なんだけど、うん、秘密の符号を2文字で表していて、うん、そこに3号のその元祖、うん、2001年にコンセプト出したあれは TM っていうスペックだった。そうだったんだ。
で、TM 田村さんの TM なんでしょ、あれじゃなくて、あ、違うんだ。で、それがトラクションマスターって言ってて、あ、なるほど、トラック、トラクションをかけてガガガッと進む4個のイメージとかあるでしょって言ってあるって、そういうトラクションマスターとしての立ち振る舞いだったり、トレンドメーカーっていうとちょっと生意気だけど、自分たちでトレンドを作っていきたいなと、はい、世の中のベンチマークって要は3人とかでもすごくガガッとこう上がったように、うん、そういうトレンドを作れる人に、あるいは作れる車になってほしいなっていう願いを、それが T だから TM スペックだった最初の名前は TM スペックだったんだけ ど、ね、うちの中は V スペックとか M スペックとか、はい、あるあるある、一文字スペックだから、まあ、T にしよう、じゃあ頭だけ取っちゃえって、それ初めてですよね、今まで T スペックって他にもないないですもんね、ない、なるほど、まあだからその言う通り大人っぽい車を作っていくっていうのを最後にすればなっていうのと、色的にもニュルって最後だったからっていうんで、あまりにも最後最後っていうキーワードがどっかでついてるからみんなが最後かなと思ったかもしれないけど、あ、今話の流れややこしかった、いや全然いいですよ、そのまま続けてもらって、自分で今ボケツは、いやいや全然構いませんけど、あ、この人喋り出してんなおいみたいな、聞きたい聞きたいな、おい、もうなんで喋ってんじゃねえかよみたいな、この業界はどちらかというと僕の話よりこの人の話だからさ、ほら、なんで買ったの、いやいや、それはその話を元に長瀬さんに聞くから、そうそう、まあね、うん、あのブレーキもできたし、バネ下軽くなって、ものすごく足がきっちり追従するようになったら、これはすごい GT カー、R なんだけど、GTR のゾーンとしては大事なストリートカーとして仕上がるだろうと、なるほど、いうところ、まあ、子供の頃会わなくてよかったけど、ほらステージとか服とか好きなところ一緒だからさワンガンガンステージって、この人たちの言ってるステージって、その昔って夜の行動のステージですからね、本当にね、それと飲むとことか今で言うとね、それが一緒っていうことね、まあまあ、 そこはお客様の想像、皆さんの想像にお任せして、じゃあそうすると田村さん、この T スペックって新しい、その今言ったトレンドであるとか、そのタウンであるとかっていうイメージもあるけども、昔34でいうところで M スペックにちょっと近いの、ちょっと違う M なんだけども、うん、M よりもそこを追求に追求をしていくと、そうなるよ、今の中でのやっぱり T なんだ、これが、でもそれはね、基本的にトラックエディションでも T スペックがあるように、うんうんうん、トラックエディションとしての中でのもう入ってる、そうそう、あ、なるほどね、もうね、やっぱりちょっとそこら辺の表現は難しいんだけど、やっぱいなしが効いたっていうところを一番表現するにはプレミアムエディションがいいだろうし、はい、この人が今イミジクも言ってくれたように、ストリート毎日使うのどんなのがいいかなっていうところもこういうのが含まれてる、え、長さん的にはそれ決して長さんの感性が老けたわけじゃないですよね、それをもとに、それちょっと最初は街乗れるようにって言ってましたけど、今そこ大さん見てたんだっけ、ねえ、なあさ、まさかそのまま T スペッカーってそのまま普通に足にしようなんて、そんなわけないよね、その通りです、なんなわけないでしょ、長さん来た来た来た、どうしたどうした、長さん、あのね、もう GT の話いいから、Z の話しようよ、ねえ田村さん、ね、あのね、もう GTR はね、もうできすぎてよくよくて、これまあもういじるとこないんだけども、今度の Z はいろいろいじれますか大ちゃん、Z の方が好きだから、ね、ちゃんとね、一応そう、大さんが Z 好き分かってるんですけども、最後に多分ね、あんまり途中から Z の話入れちゃってもね、あれだったんで、やっぱりちゃんと持ってきていただいた 35GTR で、買うことが決まったっていうことでね、含めてまず 35GTR を終わらせてから短い時間の間にバババッと聞こうかな、サンボ GTR を僕たちは手出ませんから、はい、Z の話をお願いします、はい、わかりました、まあ、途中で切り替えます、確かに大ちゃんの言う通り、気持ち的にはプライスをどこまで落とすかっていう話で、はい、始める部分もあったんで、まあ後にやりましょうねと、うん、でこっちの話でまとめとくと、うん、この人の感性って実はずっとデイリーユースなんだよね、うん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 、なんかワンマンスペシャルとかなんとかスペシャルじゃないっていうのは見てて分かったので、街中の人ってそう、まあ、大ちゃんも今言ったけど、高い車は買えない、まあ、あるいは買っても1台で全部賄いたいっていうことは、はい、走るのも通勤も何もかも快適通勤快速みたいなこと言うじゃない、はい、ってことはトータルバランス快速チューンは大事なので、はいはいはい、エアコンが効いてたりとか、うん、パワーステがついてたりとか、まあ、正直僕らは若い頃は、
なんかちょっと先輩たちにお前パワーステなんかつけてるのかっていうちょっと空気がある中でオートマとかありえないし、なんだ先輩うぜえよ、なんかそういうなんかもうなんかこんななりながらコンペ班を回すのが男らしかったらしいけど、はいね、俺は嫌だなと一緒じゃないっていうか、そう思うと普段使いができて楽しくて早いっていうのが大事ってなると一緒じゃないですか、うんうんうん、立場とかそのやってることが違うように見えて目指すあそこの頂きは同じだなと。なるほど、ね、だったらそれをメーカーとしてまず表現するし、あとはどうするかは、まあ、またねこちらの人たちのそれはもう分かったベースは大事、そう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 、ベースをやっぱりきちっと作るのが僕ら、まあ、メーカーの仕事だと思ってるんだ。でも何度もいつも聞いてますけど、これまだ先があるんですか？いやいや、だからそこは完成されたそこはみんな完成はしないんだよね。できたなと思ったんだけど、そう、次に行くんだよね。欲が湧いてくるから絶対ね、GTR は昨日ね、アキラにちょっと乗らせたのは、はい、あの、はいはい、すぐもう 50m のやつも感じてくれて、アキラくんいないから、アキラくんそういう部分があるんですやっぱこれはって思ったので、うん、あ、じゃあそうやって分かってもらえるんだったら、うん、さらにその先をちょっと考えると思っちゃったよね。え、長谷さんこれ乗って買ったの？乗ってオーダー注文入れたの？いや、乗ってない、乗ってないんだ。乗ってないです。じゃあ本当に感覚だけで本当にもう決めたんだ。このブレーキとか、うん、金にする前にこの色にしようっていうのが、何色に、何色がいいの？ゴールドにする前に、うん、34のミレニアム J と売っちゃうかなっていうの構想があった、はい、あったんだ。そしたら出ちゃったんで、出たからこれで、あ、もうそれで決めちゃったんだ。衝動買いしちゃいました。絶対当ててやると。あとブレーキもすごいし。そしたら当たっちゃったんだ。当たっちゃった。当たっちゃったら当たっちゃったで、ね、どうしようかと思っちゃうよね。ちょっと結構ビビった。そうだよね。買えるかなっていうのはね、いろいろまた別問題ですけど、はい、あ、そう。じゃあその先どうなっていくかちょっとまた長谷さん見ていけば分かるし、楽しみではあるんだと。いや、もうその先はないです。ないの？もう田村ちゃんが手引いたら、はい、もうまあね、もう先が進化しませんから。そうね、ね、それからもう Z を頑張って作っていかないと。はい、長っちゃんの前までやったら変な車になっちゃうからね。変な車、もうせっかく田村さんが作った完璧な車がどんどんどんまだ変になっちゃうから、はい、確かに。いや、変なっていうかね、第三に言いたいことは分かります。サンゴ GTR ってもういじっていっちゃうと、僕なんかにしたって第三にしたって普段もう乗れないです。もうノーマルでも結構速いと思うぐらいで、そうなってくると確かに今期待されてるのがそこ Z。 やっぱりこれは値段もそうなんですけど、本当に乗る足として、乗るその楽しむ車としては、ダイさんが言う Z が楽しみだっていうのは、それはもう全然わかります。これは本当に、あの、今田村さんが GTR とフェアレディ Z の統括責任者ということであったとしたら、先にもうアメリカはとにかく発売も発表もしましたし、でこれ日本でも出すとは言ってますけど、まだ正式なね発表が全然されてないというところからすると、これいつ本当に発表していただけるのかなっていうのはまずありますし、まあ、こっから先の大きなイベントのどっかを考えればなって思って、東京オートサロンでの発表になります。何も言ってませんよ。まだ何にも私は言ってません、はい、だけど東京オートサロン、とにかくやっぱりそういった皆様が注目してくれるようなところは最適だと思ってます、うん、そこでじゃあいつ発売にいくらでっていうとことか全部出てくる。いや、今ね、今から北海道のテストコース行くんですよ。あ、まだそういうのやってるんだ。これ終わったら、だから今エンタケル、そうなんだ。まだできてない。やっぱアメリカ発売がもうできた車としての車と、やっぱり日本であれできてない、発表するような気持ちになったから発表しただけだ。あ、そういう感じでいいの？そう。あ、そうなの？気持ちがどんどん高ぶるとつい、あの、引いちゃったの？前のめりになる。で、ま、だってそれで値段とかもいろんなところでも勝手に出ちゃってるじゃないですか。なんとかな、440万ぐらいみたいな、まあ、ぐらいぐらい、うん、でもそれは皆さんが計算しただけでしょ。それは分かんないですよ。だって別に440なんて一言も言ってないから。言ってないですよ、言ってないですよ。値段はとにかく頑張って、うん、買えるぐらい、買えるようにしたいなみたいな。だって大さん言うとこそこもあるんですよ。だって例えばニスモってこれ今いくらですか？2000仕込み込み2500万。2500万ってね、もうそんなスーパーカーは確かに欲しいですよ。それとね、やっぱり GTR の場合っていうのはこの四輪駆動のね、はい、そしてそれもう車がものすごいいろんなコントロールしてくれて、そうですね、やっぱりその二輪駆動のやつってね、はい、どのくらいまでやっていきたいな、それが俺なんか楽しみだよね。そうね、それをあの GTR みたいに本当乗りやすくて速い車にはい、乗れれば最高じゃない。はい、だから目指すところが全然違ってますから、うん、この方も多分 FR やそういう運転の楽しさってのは当然分かってるわけで、だからこそ多分 Z を超
これこそ本当に大さんだって最後のスポーツカーかもしれないぐらい、もうなかなかこういうエンジンでのだけのね FR とかってもうそうそう出ないでしょ。多分最後だと思うからね、ね、で我々にとってもしくはフェアレディっていう名前ずっと大さんだってさっき言って S30 で最高速やったのから入ってで L 型、長瀬さんも L 型で育ったんですよね。結構もうちょっと後ですね。嘘だ、L 型結構やってたよ確か。 RB からみたいなこと言わないでよ本当に長瀬さん。でもちゃんとこの世代はみんな L 型からやってるんです本当に。いうのからやっぱり Z があった上からやっぱりこれ最後本当にこういう今の時代この車が待たれるっていうのはもちろんだから分かってるからこそね、何としてでも多分この方いなかったら出なかったかもしれないぐらいに多分ね。田村さんみんな期待してるのはもう分かっていながら大変なんですよね。あ会社ね、いやそんなことないですよ楽しいんです。そんなことないですか。トータルで見ると、うん、あまり大変だ大変だって言っちゃうと そうだ、ね、そのやってくれている仲間たちとかそのチームの人たちがどんだけ大変かっていうのを、はい、その決してリップサービスじゃなくてね、はい、やっぱり、ま、手前味噌だけどうち好きで集まってる連中結構、うん、なんていうか類を友を呼ぶっていうか、うん、やろうぜやっちゃえ日産みたいになるでしょ、はい、そうすると日産の中にもなんか変なちょっとその異質な集団がさらにできて勢いよくやってるからなんだあいつらはってなるんだけど、多分会社としてそこを認めてきちゃったところが良くも悪くも日産なんだろうね。そうなんでしょうね。思ってただまあ田村を三十何年間も雇ってる。そうそうそう、田村さんをこう泳がしとくだけでもすごい会社だなとすごいと思ういうとこなんですよ。素晴らしい会社だ。そうだよね。普通だったら会社方針こういう車出していくってなった時にもうお前いい加減にしなさいって普通になるはず。いい加減にしなさい的なことは何度もまあ言われてるけど、でもある程度こうやらせてくっていうともあるでしょっていうところが上手な人もいるから、ね、でやっぱり車がまあそうなんだよね、うん、GTR とか Z やりたいと日産しか選べないからさ、うん、それを作りたくて行く会社って日産だけでしょ。そうだね。それ以外就職の時も受けてないし。あの長瀬さんにとっても Z ってどう、長瀬さんにとって Z っていうのは GTR は確かに分かるけど Z も何かあるんですか。 GTR は走り込んでもう走り込んできたずっと車なんですけど Z は憧れの車ですね。あ逆スポーツカー、本当スポーツカーっていう感じ。それはさすが全く同じ同世代だからやっぱりあの S30 のああいう形が僕なんかも中学生の頃にですよ、あれがスポーツカーの形。30から VG になって、そう VG になり確かにね、3133ずっと来てね、ですから大さんもやっぱりそういう一般の我々が楽しめるスポーツカーという意味では本当に期待して期待が大きいっていうことですよね。やっぱりね、やっぱ僕にとってはやっぱりスポーツカーっていうんだろうと FR のね、うん、とミッドシップとか、まあ、ミッドシップはちょっと俺また手強いんだけども、うん、普通のフロントエンジンの利用駆動これで乗るのが一番楽しいっていうのもね、うんうんうん、やっぱりの自分 の, その運転するこうスキルを上げるためにもなんかいろいろな勉強にもなるし、そこら辺がやっぱり一番 の, あの僕のあれだからさ。それと同時にあれでしょ、新しい車じゃなくてやっぱ Z、フェアレディ Z っていうのもやっぱり大きいんでしょ。ね、Z だけもダメだよ。やっぱ俺 Z ってそのずっと昔からこう結構買ってきたけども32で買わなくなっちゃったんだよね。32になって買わなくなって33も買わなくなって、だから今度これだけはこれで最後だから買いたいなとか思わせる車だね。え、32で買わなくなってって大さん言いましたけど、大さん32でここレース作ったのあれ32じゃん。ボンネベル32ってなかった、あれ31か。ボンネベルは32だよ。ボンネベル、ね、そう、ボンネは赤いのは32でした。俺自身が買った車じゃない。あれやったのは31か。俺は32から買わなくなっちゃった。そっか、うん、31でやった。この人突然31でレース耐久レースに出るって作っちゃって、で山田さん初めてそこに乗せてっていうぐらいに、しかもチューニングカーだからラジオ帯で走るんだって。そう、むちゃくちゃな、でもう主催者からやめてくれって言われたぐらい本当にぐらいに、やっぱ Z って違うんだね、そういう意味で。それあれもあのレースいつもサイクルソフトばっかりやってたから、はい、ちゃんとその
FR のサーキット走れるような車で一回チャレンジしてみたかったんだよね。なるほど。だからレースにちょっとあったんだけども、うん、山田君のおかげで最初はスピン連続、最終的には最終戦でホームストレッチにスタートで、スタートする前にクラッシュしました。帰ってこなかったんだよね。もう最終一瞬ローリングスタートで、うん、確か出てってどっかでクラッシュして、はい、もう3秒からでクラッシュして、そうだよね。あれ一周目これなと思ったんだ。だから僕のイメージって第3にとっての Z って全部クラッシュしてる、はい、ああそう、ああそういえばそう、そうもうね、ことごとく Z でオレンジの Z も赤い Z、 赤い Z ボンネミラーになってないと思うけど、なんかそういうイメージがあって、まあ、皆さん GTR は絶対クラッシュしませんから大丈夫ですよ。ああ、うん、Z はそういう危なさがちょっと残ってる。でそれが好きなんだ。僕がチューニングが好きなのはレーシングカーじゃなくて、チューニングが好きなのはちょっと危なさがあるから好きなんだ。なるほど、ね、そういうとこを匂わせる、うん、まあ今の今度のはね、そういうわけにはいかないと思いますけど、でもそういうとこ引きずって楽しさが、もしかしたら雰囲気がやっぱあるし、ちょっと GTR とはまたもうジャンルが全然違うんだね、第3の中でもね。しかし GTR のおかげで俺は日本のチューニングカーが技術が進んだと思うけどね。本当そうです。 GTR があったおかげで、はい、チューニングのフルチューンのね、はい、エンジンのフルチューンするテストもできたし、はい、GTR と車なかったらここまで、いやものすごいそこでチューニングの技術の進歩って、あの 3GTR で、3GTR のおかげですよ、ですよ、はい、それは絶対あると思います。その手前の31の GTS とかぐらいで止まってたらもう全然違ってたはずです。いまだに持ってるからね、私もね。そうですね、まあ、一つのベンチマークになるので、はい、何がベンチマークっていうと車作りの原点みたいなものっていうのを自分で置いて、まあ、四駆だからどうだからっていうのもあるんだけど、制御の仕方だとか、いやそれこそトランクションのイメージ、うん、やっぱそれはなんだろうな、グループ A もそうだったんだろうけど、一輪タイヤの進化にもよるけど、うん、ちょっと面倒くさい話で申し訳ないけど、うんうん、150馬力をちゃんとうまく一輪が伝えられるっていうのが、うん、はいはい、いつの時代か重要だったね、はい、グループ A の時代はスリックじゃないとできなかったんだけど、はい、今はもうこの手のストリートタイヤ、こういうタイヤで、そうだね、ストリートラジオで一輪150馬力結構いける。ニスモが今これ 600ですもんね。だからね、それ以上はあまりちょっと入れるのは良くないかなっていうのは今GTR に関しては、セー、まあ、セーブっての名前だけど、ちょっとこうみんなはまあ、かりますかります、そんなやそっちでと、はい、だけど自分たちでまとめるところは1回一輪150馬力で行こうと、はいはい、で大ちゃんが言ってくれたように、それは2輪1輪につき150だと、4駆だとまあ600まで大体が賄えるってことなんだけど、ね、はい、Z は賄ってないんだよ。そうだねってことで、ね、そこに100馬力ちょっとの部分が危なさが残るわけ。そうですね。でそれを危ないっていう言い方なのか、うん、そこを漁する楽しみを残すかっていうところの選択が、あ、我々のメーカーの考え方で、まあいかようにでもまあ増えら、ふ、まあ、ふ、ふ、ふれる、触れるっていうのかな、その振り幅を考えていく。なるほど。でまずここに置こうぜっていうところを決めさせていただいて、みんながそれに向かって、多分いやいやこんなに制御されちゃ困るよとかなんとかって言いながら、多分いろいろ考えてもらえるんだろうなっていうところをちょっと置いてみるから、なるほどなるほど、それを楽しんでもらいたいかなと。なるほどね。でとにかくまずパワーは一発多めにしとくから、はいはい、要は300じゃないよと。400ですね。最初 の、 あの普通の400、4馬力とか書いてました。いや5か、まあ、400、とにかく300馬力のエンジンと2つあったんだけど、うん、もう迷わず400、全部400でいこうと。そうだね。そう、なんかね、段階を追って低いグレードと高いグレードっていうのもあったんだけど、はい、もうめんどくさいから、もう全部こう全部めんどくさい、400でいこう。なるほど、そういうまとめ方です。なでもまあってことは、その先もどうにでも多分ある程度、その前にあのスカイラインに 400R っていうのが出てて、ある程度この辺の人たちはもうみんなね、いわゆるちょっとしたいじりで500馬力ぐらいにして走らせたり、そうするとどういう問題が出るかも大体もうやってますからね。それからすればその Z をすぐにちょっともうすぐいじっちゃうのはどうなんですか、ここの人たちは。それは全然メーカー的には、いやいやもうあのどうぞ、私はチューニングカー好きですから。そうですよね。あんまりとやかく言える立場ではないんだけど、ただいつも言うのは自己責任ですからね、はい、自己責任ですからね、お願いしますよ、はい、ということしか言いようがないですよね、はい、だからまあ大先輩が目の前にして今前だけどね、はい、オートサロンというか、うん、第1回エキサイティングカーショー、はい、皆
なでやろうよ、うん、まあ、ある時は晴海の1個の60代ぐらいですよね、うん、あのうちの仲間たちにも声かかって、ね、うん、あの折りたたみの椅子で見てましたよ俺、先輩の車を、はい、ああすいませんお客さん触らないでくださいなんて言いながら、82年 ?3 年82年かな3年3年 ?3 年か、うん、時は流れて8回目ぐらいで、はい、ニスモが登場してまずねメーカー系、はい、でうちがその後12、3回で R33GTR の発表会に使わせてもらってる、はい、え、なんでメーカーが来んのっていう空気になんかなって、だってうち改造自動車ショーじゃん、なんでメーカー来んだよっていうなるほど、ちょっとセンセーショナルだったちょっとね、その、はい、当時はまだ、はい、何来てんのっていう空気の中、うん、大ちゃんがそのいいじゃんスカイラインをメーカーがチューニングしたんだろっていうみたいな、まあ大さんなんか結構メーカー系が入ってくる時は嫌がってましたけどね、最初はね、まあ結構メーカーにはいじめられたからねそういう解釈ですから、いや俺もともと俺ほら新車の仕事してたから、はい、ね、あのそうカーボーズオギアとか新車の仕事してたからメーカーに人と結構仲良かったんだよ、うん、かつ俺がオプション作って改造車始めるといじめられたんだね、結構いじめられたから、ね、それはそうね、最初は ね、だからあれをあのエキサイティングカーショーも始めて、そうそうそう、だから初めて、ね、対抗して、ね、それでいつの間にかなんで俺に黙ってメーカー出てんだよなんてつい言っちゃったんだよね、今じゃもうメーカーなしには成り立たないショーになってますから、挨拶に来いよとか言っちゃっただから挨拶言ったじゃないですか、それがスカイライン GTR の、うん、95年だからもう26年前だね、そうか、33の時ね、33の GTR ミッドナイトスーパーストミッドナイトパープルのあれを発表した時が、うん、まあ、あの時は晴海の東と 西館の方でやらせてもらったの、なるほど、まあ、だいぶ昔、まあ要はね、そのメーカーとチューニング業界っていう立ち入った話になっちゃうかもしれないけど、はい、もう我々はそもそも車好きというマイノリティなので、うん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 、昔のようにみんなが車好きだとね、わーっとみんなが車好きだから共通の言葉で喋れると思ったら、うん、それも今となっては大間違いなので、うん、仲良く肩を寄せ合って、うん、みんなでこの社会を守りたいな、まあ、これは古くは大ちゃんそのカスタマイズの市民権を得ようじゃないかって始まったところからなんだけど、うんうん、せっかくそういうものがここまで来てるのにそれがまたこうなる、まあ、なってんだけど、それを細々でもちゃんと残すっていう文化としてはあるはずだと、はい、しかし自分は思いたいから、はい、だからこんだけの人がやっぱりエネルギーを使って集まってワイワイガヤができるんだから、はい、これは大事にしたいですよ、だからそこに私の責任、メーカーの責任はとにかく車を供給し続けることなので、なんとか、いや、そこは大さんと一緒でしょ、だからやっぱりメーカーさんがそういうのを作ってきてくれないと成り立たなくなってきちゃうっていうのがあるじゃないですか、もうこれからやっぱその共存共栄だから、うん、ね、基本的にはもう車もどん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 あのカスタムが OK になってきたから、はい、だからいいんじゃないの、それでも。ですよね、どんどん方向としてはやっぱり日産自動車であろうがどこであろうが世界的に今そのエコな状況とか EV だとかっていうのはどん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 いくわけで、確かにガソリン車の方向っていうのはなくなるし、そのスポーツか、なんだろう、勝手にその思いっきり走れる時代っていうのはそれはいつまで続くかは、いや、俺は別に EV になろうと何、まあ、もちろんもちろんそれは EV であってもいいんだろうけど、あのカスタムカーっていうのはずっと楽しみって永遠に続くと思うから、はい、またあの新しいカスタム面白い人が出てくるかもわかんないし、まあね、もちろん、まあ、やっぱり車っていうね、はい、俺たち一番大事な乗り物、一番身近なね、まあ、これにはちょっと自分だけの車を作りたいっていうのは俺は別に車関係ないと思う、ね、うん、だからデシベルに限らないし関係ないけど、でもやっぱりメーカーさんが出してきてくれないと作ってきた車に対して我々はそれをどうにかするっていう遊びをしてるわけですから、やっぱそこはどんどんそういうベースは作ってほしいですよね、だからもしもメーカーが作ってくれなかったらもう作るしかない、もう俺が作るしかない、出た出た出たそんな野望をあの今初めて聞きましたけど、はい、やっぱり考えてました、やっぱありますねもうね、そういう人が出てくるんですよ大体、まあ、現実いますからね、もうね、だんだんね、まあ、どうなるか分かりませんけれどもね、ナオさんということで、いつ納車されるんですか分かんないのこれ、いや今まだだ名前と、まあ、番号でなんか引いたみたいだから、引いた番号をディーラーの方にお知らせしてようやっと名前が分かってる頃じゃないかな、じゃあ日付決まったら教えてください、あの皆さん納車式トップシークレットでねやりますんで
みんなで見に行きたいと思います。多分それですぐ立ったらもうすぐゴールドになっちゃいますから、また多分塗るの？ならないです塗らないの？一応ホイールと車高ぐらいは。これすぐ、え、来たらすぐ乗らないで乗ります。乗るでしょ、はい、ちょっと乗っとこうよ。それでホイールは変えなきゃいけないんだよね、はい、ホイールだってあれいい、すごいホイール、こだわりあるホイール履いてんだよね多分相当。もうまた、まあまあ、だからやっぱり業界的にはね、辛い地とここのギャップで考えると自分の中でも、もうまあしょうがねえ、しょうがない、しょうがない、あの売るとしてはしょうがない。それはだって改造自動車の世界にうちらが勝てるわけないんだから、はい、僕らの仕事でもないし、まあね、詰めはするよ。だけどそこの法律とまあアドバンスとかまあいろいろチェーン規制とか、はい、いろんなものを加味して、そうだね、まずそこで決めとこうと。そうです。そこから先は皆さんがさらに遊んでもらえると。はい。そこは残してくれてるんだもんね。わかりました、はい。というところでですね、ダイさんも加わって、さらに確かにね、Z の話はね、最後にちょこっとだけでしなきゃいけないなとは思ってたんですけど、ちょこっとじゃ嫌、そう、嫌だって言うから、ちょこっとじゃダメ、いや、だからだいぶ産後 GTR の話が割愛されつつ、まあ Z の話を、で、本当楽しみですよね、ダイさんね、ここはね。え、Z も多分買って、え、買ったの長津さん、Z も買ってくれるんでしょ。いや、まだ買ってくれる、買ってくれるんでしょって。たぶん大ちゃんも買ってくれると思うから、早く送っとけなよ送ってくれ、そう、くれっていうの。お金はちゃん払いますから、うん、また後でまたいっぱいでもう売り切れてダメですって言わないでね、早く水持ってパッと送ったら、そんなこと言ったら玉さん、我々も欲しい、ドリフトも欲しいZ 欲しい。じゃあちょっとうちの営業によく言っときますんで、 Z はやっぱりドリフトがいいかな。そうだよね、アメリカもやってる人、作ってる人いるらしいですよ。そうそう、ねえ、そうって知ってるくせに、本当に FR だもん、やっぱりあの4駆は FR にできるけど、4駆は4駆だからやっぱり大変なんですよ。もともと FR の方がやっぱりいいもんね。そうね、だからまあ、はい、その意味での FR の使い方っていうのもあるし、やっぱりなんていうか小ぶりで小さいパワーで軽い車をうまく振り回すっていうのは、うん、そこは FR ならではだよね、うん、なんとなくだから Z でこれから日産のこっちの部分をうまく、まあ、ダンスパートナーって一応呼んでるんですよ、うんうん、やっぱりその GTR はどっちかっていうとモビルスーツみたいな、そうですね、ものすごい壮大な力を電子制御でなんとか人間がガチガチにコントロールするけど、うん、ダンスパートナーやっぱちょっと踊りをね楽しむっていうこともあるから、うん、いいですね。なんかマニュアルとかそういうのも、うん、必要じゃないですか、はい、やっぱそれに現代のテクノロジーっていうんですか、そういうエンジンの作り込みもそうだし、はい、タイヤもすごい進化して、うん、まあ、ダンロップさん今日なんかいらっしゃってるみたいですけど、はい、やっぱダンロップのああいうタイヤがなかったら GTR もできなかったみたいなね、はい、そういう風な、なんだろうな、やっぱりその常にみんなが上を向いて、よし、もっと先、もっと上に行こうっていうのがあるから、まあ、日本はまだまだ負けねえぞっていうのがあって。なるほど、なんとかなんとなく田村さんがいる限りまだまだ大丈夫そうな気がしてきた本当にもう、まあ、いれば楽しみがいればやめないでください本当に楽しみが増えてまいりました。来年本当に一体どういう発表になるのかね、どういう風になっていくのかね、大さんね、オートサロンやっぱり やりたいね、やらないとね、なんか今年やらないで始まっちゃったから、まあできるでしょうね、大丈夫ですよね、本当に楽しみにしたいと思います。そしてこれからのこの本当に 35GTR、 それから Z、 こういったとこ本当に楽しみにしてますんでね、まだまだいろいろやらなきゃいけないことは多分ねいっぱいあると思いますけどもね、どうかよろしくお願いいたします。頑張っていただきたいと思います。それで長さん、納車式やりましょうね35GTR 久々に買ったんだから 35GTR を本当にもうびっくりだよ、ね、楽しみにしますよ、それも嬉しいです、どうなっていくのかね、はい、というところでございます。ということで途中から大さんが飛び入り参加し、 35GTR だけでの話ではなく Z の話も含めましていろいろ話を進めてまいりました。ということで結果はとにかく東京オートサロンが楽しみになったなというところでございますので、ぜひね皆さん来年1月東京オートサロンやる限りはそちらの方にも足を運んでいただきたいと思います。というところでこのちょっとトークは長くなりました。本当に田村さんいつもどうもありがとうございます。そして長さんありがとうございます。平田大郎さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします長田さんがやっと終わったって顔でふーって大きなため息ついてます。
とってもね、こういうステージとか舞台とか苦手な方でね、あの本当に普段もね、実は本当寡黙な方なんですけどもね、すごいね、なんだろう、男気のあるというか心意気のある方でございました。話せばね、楽しんでいて、なんとか引き出したいなというところはいつでもあるんですけど、なかなかそんな喋ってくれないんでね、いかがだったでしょうか。ということで、こちらの方に本当にこのティースペックとそれからニスモね、並んでますんで、また今一度ゆっくりとね、ちょっとそれからその隣が長瀬さんのゴールドのね、車でございますので、こちらの方もじっくりと見ていっていただきたいと思います。ということで、まだまだ、ここステージ上のコンテンツ、それから会場内もね、続いておりますので、楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。